どうも、はじめまして、えー。株式会社サラ専務取締役の、えー、関根と申します。よろしくお願いします。えー、今回は、えっ、ー、とですね、弘樹さんの、えー、YouTube のアカウントで、えー、紹介していただけるということで、えー、と光栄に思いあの動画を撮影させていただいてます。で、えー、と僕のと弘樹さんの関係ですが、えーと、僕がですね、1年前ぐらいに弘樹さんのコンサルに入りまして、でそこから、あのー、まあ、1年間の付き合いっていうことで、えー、やらせていただいてます。 で、えっと、ちょっと自己紹介させていただくとですね、あの、僕は、えっと、沖縄県の石垣島というところで、えっと、リアルビジネスをやってます。で、まあ、あの、不動産関係とかですね、コインランドリーとか、あと飲食店とかやってます。で、えっと、まあ、それが1年以上前からやってるんですけど、で、えっと、まあ、あんまりうまくいってなかったんですね。で、えっと、まあ、 そんな中、まあいろいろネットビジネスっていう存在を知りまして、で、少しずつ、えっ、ー、と、始めてたんですが、で、えっ、ー、と、いろいろ商材を買ったところ、まああんまり、えっ、ー、と、まあ本当に稼げる商材っていうのが少なくてですね、で、あんまり、まあネットビジネス稼げないのかなっていうふうに思ってたんですが、で、えっ、ー、と、ひろきさんの YouTube を見まして、で、えっ、ー、と、まあそ こからですね、えっ、ー、と、まあ、まず最初に感じたのが、まあ、この人、本物だなっていうことを感じました。で、えっ、ー、と、まあ、本物っていうか、まあ、なんか正直にですね、あの、まあ、要は、あれですね、あの、なんか、何、何分の作業で、1日何分の作業で、えっ、ー、と、1ヶ月いくら稼げ,稼げますみたいな、なんかそういう、あの、さいことが一切なかったっていうことを、 とですね。まあ、やっぱりあの、人柄ですね。やっぱ喋っていてですね、その、嘘をついてるというふうに思えなかったっていうところで、えー、っとですね、まあ、ひろきさんと、えー、まずコンタクトを取って、で、えー、っと、まあ、そっから、えー、っと、いろいろ何回か、あの、えー、教えていただきまして、その後に、えー、コンサル生として、えー、っと、あの、入らせていただきました。で、えー、っと、まあ、そ から、えー、かなり、えー、ちょっと時間も使って、えっ、ー、と、勉強してたんですが、えー、まあ、半年ぐらいはほとんど稼げなくてですね、まあ、一応リ、リアルビジネスもやりながら、あの、だったんで、そこまで、あの、何、何、10時間とかっていうのは時間は使ってなかったんですが、えー、まあ、それで、まあ、1日3時間ぐらいですかね、えっ、ー、と、まあ、2時間、 から3時間ぐらいコツ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 やり始めて、まあ3ヶ月ぐらいから少しずつはえとまあ収益伸びてたんですが、まあ1万もいってなかったっていう状態で、だいたい半年ぐらいからまあ、あの、一気に加速して、まあ5万、えっと五万ぐらいからですかね。一気に加速して、まあ10万、20万っていう感じでえと収益を伸びることができました。で、まあそ そこから今も、えっ、ー、と、いろいろやってまして、で、今ちょっと、えっ、ー、と、関東の方に戻ってきてですね、あの、ひろきさんが今、千葉県で住んでいらっしゃるっていうことで、で、そこから初めてお会いして、で、えっ、ー、と、まあ、あのー、いろいろ気があってですね、なんか趣味の将棋とかをいろいろやったりしてるんですが、まあ、 そんな感じで今お付き合いさせていただいてます。で、えっと、僕もですね、ネットビジネスをこれからどんどん、えー、もうちょっと拡大させていきたいなと思ってまして、で、今いろいろセミナーとかですね、あの、東京セミナーとか行ったりで、えー、勉強中です。まあ、あの、皆さんも多分、えー、っと、まあね、これからネットビジネス始められる方もめちゃくちゃ多いと思うんで、まあ、そういう方とかにですね、あの、 まあ、少しずつし教えるということをやるとですね、自分のステージが上がるっていうことを、ひろきさんから言われてるんで、そういうこともやっていきたいなと思ってます。だから、えっと、まあ、あのネットビジネスをですね、全く知らない方とかでもいいので、まあ、僕の方に連絡いただければ少しずつ、あの、無料で教えさせていただきたいなと思っていますんで、えー、よろしくお願いします。